瀬戸内製鉄所広畑地区瀬戸内製鉄所広畑地区、中央部付近日本製鉄瀬戸内製鉄所、広畑地区は、兵庫県姫路市広畑区富士城にある、日本製鉄の工場である。2020年4月1日に、広畑製鉄所が、日鉄日新製鋼株式会社の呉製鉄所、堺製造所、東予製造所及び大阪製造所を統合して、瀬戸内製鉄所となった。 姫路市南部、夢崎川の河口に隣接し姫路港に面する場所に立地する工場である。針は臨海工業地帯を形成する工場の一つ。1939年に日本製鉄によって筑空港一貫製鉄所として建設された比較的古い製鉄所である。戦後賠償に充てられる予定となったため1946年に休止するが、 解体はなされず4年後の1950年に再開した。再開直後に日鉄が解体され、広畑製鉄所は富士製鉄が継承、その後は同社の主力製鉄所として発展する。1970年には八幡製鉄、富士製鉄の合併により、新日鉄が発足すると同社の広畑製鉄所となった。 新日鉄は1970年代後半以降、各製鉄所の縮小、合理化を進めるが、その一環として、広畑製鉄所は1993年に航路を休止し、筑港一環体制を廃止した。現在の瀬戸内製鉄所広畑地区は、面積約641万平方メートル、従業員数は1303人。航路はないが、冷鉄、 源の溶解設備があり、年間100万トンの素光生産量がある。現在では、熱塩、霊塩後半や、メッキ鋼板、電磁鋼板など薄板の生産拠点である。素光の生産は、既存天炉を改造した冷鉄、源の溶解法で行われる。原料は、スクラップなどの冷鉄源で、溶解炉で溶解して、先鉄とし、脱炭炉で炭素を除去して、 そこを生産するプロセスである。溶解炉、脱炭炉、兼用炉が各一基設置されている。そこは連続鋳造機で鋼片に鋳造される。鋼片を圧縁し製品の薄板とする設備は、鋼片を熱間圧縁し、熱縁後半とする設備、熱縁後半を冷間圧縁し、冷園後半とする設備、電磁後半を製造する設備の3種類ある。 電磁鋼板工場は他の設備が夢先側西側にあるのに対し、川の東側にあり離れている。鋼板に表面処理を施す設備は、ブリキ用、溶油亜鉛ッキ用、電気亜鉛ッキ用の3種類がある。かつては最大4機の航路で先鉄の製造を行っていた。また、最終製品の製造設備も、厚板用、H 蛍光などの大型蛍光用があった。 鉄鋼製造用の設備ではないが、発電事業用の石炭火力発電所があり、関西電力へ発電した電力を供給している。蒸気の日本製鉄の設備の他にも、日鉄ケミカルマテリアル、広畑製造所、コンポジット事業部姫路工場、日鉄ケミカルマテリアル傘下のシーケム、広畑工場、日鉄建材広畑製造所、日本グラファイトファイバー、 広畑工場など、日本製鉄グループの工場が、広畑製鉄所の構内に立地している。また、製鉄所西部の遊休地は、広畑臨海産業団地として、旧新日鉄が分譲しており、三菱電機、ダイセル、ダイハツディーゼルの工場などが進出している。ありがとうございます。